違ったよね。最後違ったよね。だいぶ緩く投げてた。力抜いたのゆえに、逆に伸びたのね。そんな感じあるよね。力みがなくなった。ギューンってしてるもん。はい、五六。スイカ。息がないから、確かに大丈夫。ちょっと今、差し上げるから、ちょっとないから。シュシュ聞こえてくるんだけど。もう彼でいいじゃん。さらに、お返事負ければ。はい、おめでです。どういう話も必要だな。ボールの音。ボールの音。あ、来週です。中村会にプレッシャーかかっちゃうの、来週。俺もそんな早いの投げる。いやいやいや、もう堂々と考えてくれる。はい、すいません。同等の人だ。いやいや、変化としてあげないよ。何やろう、行かせない。バッターこれ狙ってんじゃないの、これ。上半身脱力だぞ。右に入ってるから思い切り打ちたいの。今意識してみたら本当にめちゃめちゃ久しぶりだな。いいよ、自分のストライクじゃいいんだよ。自分のストライク打てないかもしれないです、慣れるまで。いい球打ってね、いい球。だがしかし当たってねえだろ今の。振りコントロール良かった。いいよ、菊ちゃん思いっきりいった、思いっきり。でも2ストライクだよ、もう。広くね、広くね。好きなことやって。最後空振りした時は松田の松田。ちょっと松田入れたね今最後。謙虚なクルクルだったね。師匠振るんだよ。あれ今日どっち勝ったの？振るんだよ。今やってるじゃん。今やってんの？まだやってる。今ビーズのライブ中もやってんだよ。小川さんがいるから言わないであげてね。あ、見てます。立ってるからいい。みんなみんなみんな。立ち上げただけでピリッピリッちゃった。瞬間に多分出てたから。あ、そうだよね。あ、そうか、こうって書いてある。でも似合うんだよ。ああいう勝負は出そうだよね。すごいよね。なんか丸くなってた。あ、そうか。ほら、狙わない、狙わない。当選で見たいんじゃない。僕泣かないよ。打たせ、打たせ、こっちは。すぐの、こんなの打たせ。そう。じゃあ、そんなだろ。なんでしょう。はい。本当に二人とか。たくさん心配。あ、ちょっと。今日菅野の投げ方すごい。ああ、やってみようか。終わって。ひねってから今日2番手お母さんだったから。それ二段投法だろ。いいんだよ。解禁だから。師匠もあそこ付き合いました。解禁でしょ。こうやってやって。さあ、行きましょう。ボーク。いけないから。ボーク。走る。